くん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。さっき今日は何するんですか。これね、これ開けるよ、また下で大きいのね。何だと思う？これ誰が買ってきたの？これね、またあれですよ、358の野郎がよ358のやつがさ、またこれ送ってきたの。ほら、この前あれ送ってきたでしょ、ゲーム機大きいのね。そう、あれあれ、そう、これね、これこれをね、前はこのでっかいゲーム機を、これはいね、翔くんこれ何入ってるか知ってる？これ、うん、ヤギラキリンのカバコリア。リヘヨとキリンのカバコリア入ってるの？それ4匹入ってるの、これね。えこれはね、トトはね、なんか何か知ってるんだよ、これ。翔くん知ってる？知ってんの？そつけよ、これ、ね、中身何やら知ってるんですよ、これ。そう、NHK チャンネルっていうね、YouTuber がいるんですけど、そのね、お父さん、パパがね、358万っていうチャンネルしていて、そのパパがね、友達で中学校からの、前回もね、あのさっき見したね、ゲーム機をね、送ってきたなぁ、ね、送ってきたんですよ。これまたさ、送られてきたんだってね、邪魔だね、邪魔って言って、邪魔この朝ね、パパのチャンネルをね見たら、また変な動画が、変なね動画が上がってたので、ね、それをね見てもらったら分かると思うので、一旦その動画見てください。はい、翔くん、翔くん行って、はい、カメラ行って、カメラ行って、358円と、358って。ビデオ流すぜ。ビデオ流すぜ。見てね。はい、こんにちは。こんにちは。もう見てわかる通り、このガチャね。うん。これちょっと送りたい人がいるから送ろうかなと思って。うんうん。で、まあ分かってると思うんだけども、あのパニパニチャンネル。なんだけど、うん、でこの間パックマン送った時に、うん、内緒で送ったでしょ。だから今回はこれをちゃんと送るよって言おうかなと思って、昨日電話したら、うん、話してたらなんか忙しくなってきたとか言って電話の途中で切りやがったからこいつ失礼だなこの野郎と思ってでその後まあ会話が続けば、このガチャ送るよっていう話をしようかなと思ったけど、会話が終わっちゃったからもういいやと思って、とりあえずこの動画を見てこれが送られるっていうのを知るっていう話なんだけど、これ送るの？またこれ送る。で、まあ、最近そのパニパニの TikTok の方でも、うん、やっぱり占いとかやってるから、あ、やってる ね、でこれに入れてやればいいんじゃねえのっていう感じだから、うん、楽しみに待っててねって話っていう話楽しみに待っててください。あの今日の午後集荷来ますんで、うん、はい、よろしくお願いします。お楽しみに。それでははい、じゃあね、今ね見てもらった通り、こんなのまたね送ってきて、こんなテープでしょ。なんでね、これから翔くん開けよっかね。翔くんがね、翔くんが好きなのはね入ってるよ多分、ね、楽しみだね。楽しみだ。よし、じゃあ行くぞ。358、38、翔くん8だよ。じゃあこれダンボール開けるぞ。ダンボール開けちゃう。おー、おー、じゃあ開けよう。じゃあよーし、おいで、おいで、よし、じゃあ開けよっか。これね、翔くん楽しみだね。今回ね、これね、358はパパが梱包したらしいんだよね。これガッチガチね、ガッチガチ。なんかさ、今日かな、あ、違う、この前ツイッターでつぶやいてたんだよ、俺が今回梱包したから、なんかガチ
ガチガチに本腰やったからみたいなこと言ってたんだよね。じゃあ開けよう。これどっからまず開けていいんだよこれ。翔くんどっから開けようか。ぐるぐる回ってるけどさ、これマジでどっから開けたらいいんだ。あーねえ、このさあ、このしまこれさ、まずこっから これ一枚ずつ取れるんだよ。ほら、翔くん、剥がせ剥がせ、ベロンこれベロン剥がせ。あ、でもテープついてるのか、また。あ、めんどくせえな。あ、剥がれるじゃん、剥がれる。どういうこと翔くん、ビリビリできる。ビリビリして。これさ、もうさ、これ一気にこういった方がいいじゃない。カッター気をつけてね。翔くん、取ってください。ほんとこれ何もガチガチで、どうやってんのこれ。はい、はい、ちょっとこれこっち持ってって。なんかちょっとおかしい。はい、これあっち持って持ってって。ほら見えてきたよ、翔くん。おお、これきれいな。これ着てみる。え、これあ、翔くん、はい、これ取って、これ取って、翔くん引っ張って引っ張って、引っ張れ。あ、これやった。おし、引っ張れ引っ張れ。ちょっと引っ張ってごらん、引っ張ってごらん。おお、見えてきたね、ちょっと見えてきたね。見えてきたぜ。見えてきた。あー、じゃあどうなってんの。すごいんだけど、ね、これ、ねえ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 、こんなちょっと来て、ちょっと来て、こんなに重ねるってくらい。見て、何枚重ねる。1、ね、1、2、3、4、5、6、7、これ何枚重なってんのってくらい。こんなにいる。そんなに壊れやすいかな。これどう取るの。一応頑丈にしたんじゃないの。何枚重ね、これこんなにさ、巻く必要あんのこれ。ちょっと待ってよ。よっしゃ、 OK、 いけ。ちょっと取れ、引っ張れ。ちょっと待って、ちょっと待って。はい、引っ張れ、翔くん、引っ張れ。おお、すごいすごいすごい。引っ張れ引っ張れ。すっごいもんだって。そうめんさ、おっしゃおっしゃ、翔くん、引っ張れ引っ張れ。来た。ボディが見えてきたよ、ボディが。よし、ちょっと引っ張れ、これ引っ張れ、引っ張って。おお、こんなにも見てみてこれこんなに湧く人ないでしょ、これ絶対。おい、多すぎ。よし、ちょっと見えてきたよ。あとはこれ、ゴミ処理するのも大変だっつの、これこれさ、燃えるゴミの袋の何袋入れりゃいいの。本当だね、本当に。今回のことゴミだけ送りつけてやるか、これ。え、あ、すごい、見えてきた、見えてきた、見えてきたよ。待ってよ、どうなってんのこれ。またさ、ちょっと待っててよ。カッター使ってますよ、トットが。カッター、あ、やべ、カッター傷ついてた。雑雑、傷ついてしまった。スーパーボール、スーパーボールかな、これ。翔くん、よっしゃ、いいよ。どういいよ、取って。卵、おー、翔くん、これ取って取って。見えてきたぞ。なんだ、卵。待って、なんかあるんだけど、見て。なにこれ、当ててみよう。上がついてんだけど。なにこれ謎の財布。何、 あれだね、このコインじゃない。あ、そっか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 、ガチャガチャのコインだ。びっくりした、なんかちょっと怖かったね。おお、恐怖。ちょっと待って、じゃあこれを下も取ろうね。おお、すごいね、これね。え、なんかもうすごい足の踏み場がないわな。なんじゃこれは。これすごいね、ほら、見てほら、ちょっと見て、ママすごいね、これ。卵だ。ちょっと取って、見える、取って。よし。
ビニール取って引っ張って。いやー、これが多分コインだと思うんだよ、これ。うん、そうね。ね、きっとそうね。ショック、これ何かわかる？卵。卵？何？ガチャガチャ。ガチャガチャ。ガチャガチャ。卵の中は何も入ってないの。これは何か入れるんでしょ、自分で。そういうことか。こんなのさ、どうやってどこに置くの、こんなの。蹴ってる蹴ってる。はい、翔くん。よー。はい、ママ見て。はい。あ、届いたね、翔くん、これ。ねえ、見て、これすごいね。もう夢中じゃん。ね。おっきいね。こんなのどこに置くんだよ。どこに置くの？お店には置けないね、これ、さすがに。うん。うん。たぶんね、これにコインが入ってるんだよ。だからさ、翔くん、これでさ、ほら、なんかほら、動画言ってたけどさ、TikTok で占いやってるでしょ、占い、翔くんが。これや、占いこれでやったらいいんじゃないのって言ってたの。あ、すごい、立派なコインが入ってる。よし、じゃあ翔くん、これ、やってみる？ちょっと待ってよ、翔くん。はい。翔くん、そこじゃない、そこじゃない。ここ、ここ入れてごらん、ここ。おお、で、くるくるくるって回してごらん。これ、くるくるって。そう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 。もうちょっと、もうちょっと。回してごらん。ほら、そしたら、まだまだ、あれ？まだ、まだ回して。ほら、来た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 。翔くん来たよ。おお、すごいね。開けてみよう。これ、何も入ってないよ、でも。だからさ、これをさ、占いでさ、TikTok 占い、これで やってみれたらって言ってたよ。はい、翔くん、じゃあもう一回やってみる？何個入れるの、占い。だからさ、回してごらん。あれ、待って、待って。回して、回して。え、もっと回して。もう一回回してごらん。おお、来た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 。おお、どう、翔くん、楽しい？翔くん、楽しい？聞いてないし、あ、お金入れる。おお、楽しいね。これさ、これはさすがに自宅行きだな、これは。本当だよ。うちも狭いのにさ、こんなでかいの置くとこあるかな。あ、こう言ってたか。はい、いや、回してごらん。はい、回して。はい、回して。まだまだまだ。お、出た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 。おお、すごいね。まだ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 やるぞって。よし、じゃあ待って、翔くん一回ストップね。はい、一回ストップ。はい、じゃあ翔くん、はい、またね。一応受け取りましたよ、これ。邪魔だ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 。翔くんめちゃめちゃ気に入ってるみたいだけどね。ね、好きだね、きっとね。これはお家に行って、だから占いコーナーで使おうか、 TikTok のね。ね。あと、でもどういう使い道ある？なんか、もともと何入ってたんだろうね、これね。使い道募集したら。ああ、使い道募集しまーす。本当だよね。メッセージください。本当だ、何入ってたんだろう。まあいいや。はい、ちょっと、じゃあさ、一応さ、一応だよ、一応ありがとう言うか、言う。はい、じゃあ、はい、じゃあ、ねねきちチャンネルのまた、はい、パパとママ、ね、ねねちゃん、ききちゃん知ってるでしょ、うん、ね、はい、じゃあ、ね、ねねちゃん、ききちゃん、あ、3人も、ゴーグー、ありがとね、今度遊ぼうね。あ、上手。はい、じゃあ、ねねきのパパとママも、パパ、ママ、パパとママ、パパとママ、ありがとう、トト、いいよ、ありがとう、ありがとう、はい、じゃあ、よし、ということで、受け取りました。はい、じゃあ、まだみんなにバイバイして。バイバーイ、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 はい、よいしょ。ゴミよ、これ、どうする？見て見て、これ、これ、何ついてたんだろう。これ使い終わって、これ切らずにつけっぱで送るって、これを。
って捨てろ、切ってこれは。こっちを切って捨てろよ。いいよ。また見てね。じゃあ翔くんここに行って、ここに。また見てね。また見てね。上手。はい、もう一回。また見てね。